どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月13日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは今日の試合、カープ相手に9対3の大敗ということで、前半戦の連敗を含めてこれで3連敗になりました。で、今回の動画では今日の投打のポイントのまとめということで、まあ、先発の西投手通算100勝かかっていたんですが、まさかの5失点、で中継ぎ陣に関してもエラー絡みの失点というのもありました。で、攻撃陣は3点取りはしましたけれども、やはり初回の失点を取り返し仕切ることができなかったということで、まあ、今日の試合について深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますけれども、まずは今日の試合についてですね、まあ、9対3の大敗ということで、まあ、後半戦再開ということで非常にね我々ファンも気持ちが入る試合ではあったんですけれども、まあ、いきなりこうね初回からもう主導権を握られてしまう展開だったということで、まあ、打線も取り返しきることができませんでした。で今日の試合先発西投手ですけれども、西投手は試合前かなり意気込んでいました。チームにいい流れを持ってこられるように全力で腕を振ることはもちろん、自分のやってきた練習を信じてやるだけ、最後までチームで勝ち切れるように、そして怪我をしないように頑張っていきたいというコメントを出していて、まあ、やっぱり通算100勝というのもかかってましたから、今日のピッチング非常に期待していたんですけれども、今日は6回で球数が100球、被安打5本でホームラン1本打たれ、奪った三振が2つ、与えた四死球2つで5失点ということで、まあ、西投手が6回5失点のスタートという形になってしまって、まあ、先発の役割を果たしきることができませんでした。で西投手はコメントを出していたんですが、後半戦のスタートだっただけに立ち上がりを大事に行き過ぎてしまい、大胆さに欠けてしまった、大事な初戦でチームに迷惑をかけてしまったということで、まあ、西投手に関しては6月の18日のジャイアンツ戦で今シーズン4勝目を挙げて、でそれが通算99勝だったんですね。でそこからまたなかなか勝てなくて、もう2ヶ月また勝ち星がないという風な状態になってます。でまあ、西投手のコメント通り、どうしてもね球が全体的に高かったかなという風な印象でしたね。まあ、大事に大事にというのが裏目に出てしまったかなと。で打線としても序盤で4点ね取られてしまったんで、どうしても追いかけるのが難しくなってしまって、ずっと主導権を握られっぱなしでしたよね。まあ、なかなか通算100勝達成できずで、もどかしい気持ちってのもあると思うんですけれども、まあ、次こそはね、チームに勢いをもたらす投球で100勝ぜひとも達成してほしいなと思います。で、その西投手が投げてる時に気になったのは、やっぱりタイガース、ゲッツーを取り切れずに、そしてそのランナーが得点に絡むことっていうのが非常に多いんですよね。まあ、これは今年だけじゃなくて、もう守備全体というのはタイガースの一番の課題なんですけれども、やっぱりゲッツーを取る時っていうのは、基本的には二遊間の守備力が大半を占めるんですけれども、やっぱりどうしてもその部分に物足りなさを感じてしまうかなというところですね。まあ、そこで坂倉選手をもしね、ゲッツー取ることができていれば、まあ、1点で終わっていたわけですし、まあ、それを言い出すとね、もちろんないものねだりで仕方ない部分もあるかもしれませんけれども、やっぱりオリンピックでね、侍ジャパン、坂本選手、菊池選手、まあ、あの二人というのは日本のトップの二遊間ですから、もちろんあれがトップオブトップなんですけれども、まあ、ことごとくゲッツー取ってましたよね。まあ、人それぞれ肩の強さ、スナップの強さってのは違いますけれども、なんとかそこをコンマ何秒短くすることができれば、早くすることができれば、ゲッツー取れて、で、チームではね、1年間トータルで失点を、まあ、抑えることができて、まあ、しっかりとね、攻撃につなげられるっていうところもありますから、まあ、どうしてもねやっぱりそこがレベルアップすることができればもっともっとね投手としてもそして守備力としても向上していくんじゃないかなというふうに今日の試合見ていて感じました。で今日中継ぎに関してはその西投手の後は岩貞投手、エドワーズ投手、斉藤投手でしたね。まあ、岩貞投手は大瀬良投手にフォアボールを出して、まあ、エラーも絡んで失点というのが内容で、まあ、エドワーズ投手は良かったんですけれども、問題はやっぱり最後の斉藤投手ですかね。まあ、昨日ね僕動画の一軍登録予想で個人的には斉藤投手は入るだろうと予想してたんですね。ただ一番悩んだ選手でどうしても当落戦場のピッチャーかなと。で2軍には現状右投手で言うと小林投手であったり尾中投手と、まあ、たくさんいるわけで、その中で今日はヒット、フォアボール、暴投が絡んで一人相撲という形で3失点でした。まだ現在こちらの動画の撮影時点で矢野監督の試合終わりのコメントっていうのがないのでわからないんですけれども、まだ始まったばかりではありますが、今後の起用というのは少し考えていかなければいけないかなという風な投球内容でしたね。どうしてもビハインドで投げる2番手以降のピッチャーの踏ん張りが効くかどうかっていうのも逆転勝利をつかむための大事なポイントなんで、矢野監督もねその投手のところを整備したいという風に言ってましたから、まあ、少し今日はその部分に課題が残ったかなというところですね。で続いて打線見ていきたいんですけれども、今日は全体で7安打3得点でしたね。まあ、非公式試合から続いていた連続無得点というのは止めたんですけれども、まあ、今日はずっと追いかける展開だったので作戦どうこうという攻め方はできませんでした。で注目された後半戦最初のスタメンなんですが、1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ファーストレサンズ選手、4番サード大山選手、5番ライト佐藤選手、6番レフトでロハス選手、7番ショート中野選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー西投手というようなスタメンでした。まあ、やはり今日の試合に関してはマルテ選手がいないので3番のところをどうするかなというふうに思っていたんですが、まあ、サンズ選手を入れてきましたね。まあ、マルテ選手は試合前にシートバッティングで実戦感覚を取り戻そうというふうな段階に来てます。まあ、ただ現在の調整の段階というのを見てると、まあ、今すぐ試合っていうことは厳しいのかなということで、まあ、広島3連戦はマルテ選手そしてスワレス投手抜きで戦うのかなというふうな感じですね。まあ、野手陣に関しても投手陣に関しても、まあ、色々とその辺に関してはやりくりして戦っていかなければいけません。で
で、今日の得点部分ですけれども、5回に出ました大山選手の超特大の11号ホームランでしたね。もうまさに完璧なホームラン。腰の回転というのも見事にね、しっかり入ったホームランでした。で、大山選手はコメントを出していたんですけれども、高めのボールをしっかりと捉えることができました。まだまだ負けているので、次の打席も打てるように頑張りますということで。まあ、やっぱり大山選手っていうのはなかなかね、前半戦状態が上がらなくて、まあ、オリンピックの中断期間非公式試合の中で、ツイスト打法に取り組んで、もうその非公式試合でも3割以上打ってたんですよね。まあ、逆方向にも強い打球というのはありましたし、まあ、打率というのもしっかり残していました。ただその非公式試合では長打、まあ、ホームランというのがなくて、まあ、シーズンに入ったらどうかなというふうに思っていたんですけれども、まあ、このホームランというのは大山選手にとって、あ、これまで取り組んできたことは正しいんだっていうふうにね、まあ、自分でもやってきたことに対する自信を持てるホームランになったんじゃないかなと思います。まあ、チームの勝敗は僕が背負うっていうふうにね、まあ、ルーキーの選手たちにはまあ気楽にやってほしいっていうふうな、まあ、責任感ある言葉を言ってくれてましたからね。まあ、今後も4番としてチームの中心としてキャプテンとしてのね、大山選手のバッティング期待したいなと思います。そして最後9回に粘りを見せたのが佐藤選手ですね。まあ、フランスは投手が出てきたんですけれども、まあ、多分見送ればボール球かなというふうな低いアウトコースのストレートだったんですけれども、パチンと逆方向に払って2点タイムリーツーベースを打ちました。で、今日は佐藤選手あともう少しでホームランっていうふうな、まあ、左中間へのツーベースを含む4打数3安打の猛打賞。まあ、猛打賞は今シーズン6回目ですね。まあ、最後の打席とかそうなんですけれども、まあ、今日はそういう展開では全体的にありませんでしたが、まさにあれがチームを勝たせるバッティングかなというふうなところですね。前野監督も以前こういったコメントを出してました。テルに関してはだいぶこれまで20本打ってああいう成績を残しているわけやから、今のままではあいつがいいとは思っていないし、あいつ自身もそう思ってないと思う。もっともっと高いレベルを目指して夢のある選手になったり、チームを勝たせられるバッティング選手、そうなっていくためには今のままではダメなんで、1年目やからっていうことではなくて、より高いところを目指していってほしいということで、まあ、やっぱり矢野監督の中でもずっとね使い続けてきた選手ですから、さらにこう上を目指してほしいというふうな、まあ、期待値がこもったコメントですよね。で、佐藤選手に関しては今日の1打席目に三振をしまして、これが今シーズン122個目の三振になりました。で、これでプロ野球新人最多記録を、まあ、塗り替える形になったんですね。で、この記録について佐藤選手は以前コメントを出していて、三振は自分の技術が足りないからしっかり調整していきたいということで、まあ、まだまだこれだけ数字が伸びてしまうというのは自分の技術不足なんですというふうに、まあ、これは常々言ってますよね。まあ、個人的にはランナーがいない時とか、まあ、ここは一発っていうところでは、まあ、これまで通りガンガン振っていくっていうのはすごく大事だと思います。やっぱり振っていくことで佐藤選手の怖さっていうのは出てきますからね。ただ今日の最終打席のようなバッティングというのは、まあ、接戦でね、ここは打点がなんとか欲しいんだというところで、必ずねまた生きてくるような打席の内容になったんじゃないかなと思うんですね。まあ、非公式試合からバットの握りを変えてみたり、まあ、徐々にそういった内容のあるアウトっていうのが増えてきてるかなと思います。まあ、ゴロでランナー進めたり、まあ、コンパクトな振りをしてみたりっていうね、まあ、そういう修正が、まあ、いきなりねできてしまうっていうのも、まあ、並大抵なルーキーじゃないよなというふうにそこも感じますよね。そしてやはり今日の試合気になったのはロハス選手ですよね。まあ、スタメン起用に関しては様々な意見というのがあったんですけれども、まあ、守備で言うとね素晴らしいプレーもいくつかあったんですが、肝心のバッティングでは4打数ノーヒットでした。まあ、いい感じのライナーというのもあったので、めちゃくちゃ内容が悪いかと言われるとそうではないんですが、やっぱりね途中出てた島田選手がきっちりヒットを打ったりしてる姿を見ると、まあ、どうしても島田選手とかも見てみたいよなというふうにはなりますよね。まあ、マルテ選手が帰ってくるまではちょっとスタメンはね日替わりになるかもしれませんけれども、まあ、外国人枠の関係もありますし、ロハス選手はもうとにかくアピールし続けるしかない立場ですからね。まあ、なんとか今日もスタメンで使ってもらえてるっていうところもありますし、まあ、他の選手もねやっぱりこう出たいというか、まだまだこう底上げっていうのがありますから、首脳陣の期待に応えてくれるようなバッティングというところを結果で示してほしいなと思いますね。はい、ということで、まあ、タイガースに関しては今日敗れまして、ジャイアンツが勝ったためこれで1ゲーム差に迫られました。で、明日の試合に関してはタイガースが敗れてジャイアンツが引き分け以上という形になれば、まあ、4月の4日からずーっと守っていた首位の座から陥落するというところまで来てしまいました。まあ、前半もねちょっと危ないところっていうのはあったんですけれども、まあ、なんとか首位を保ったまま終わりましたが、まあ、ここからどうかっていうところですよね。まあ、ジャイアンツもね非常にこう勢いがつくような逆転勝ちっていうところをしてきてますから、まあ、ジャイアンツとぶつかるのはねまた9月になるわけなんですけれども、まあ、そこまではずっと現状は B クラスの球団と戦っていくわけですから、タイガースとすればもう絶対に落とせないと。で、今日ね初戦負けてしまいましたから、やっぱりあと2つ勝ってなんとか勝ち越したいところですよね。で、明日カープ2戦目に関しては二保投手が先発です。で、二保投手はコメントを出していますが、リーグ優勝も日本一も目標にしたい、チームはその勢いがあるし自分が迷惑かけたくない、セリーグは投げるだけじゃなくて攻撃もある、そういったところの不安というのも少しずつ解消されているということで、まあ、明日は二保投手ですね。まあ、二保投手に関してはこの非公式試合とか、まあ、二軍戦とかでもそうですけれども、きっちりといいピッチングをして、まあ、ちゃんとね実力を示して勝ち取った先発ローテですから、まあ、これはどの試合でもそうですけれども、やっぱり打線のね援護というところが間違いなく必要になってきます。で、タイガースからすればやっぱりまだね勝ちパターンにもちょっとまだまだ不透明なところっていうのがありますから、まあ、とりあえず9回を岩崎投手で、まあ、その前のピッチャーたちをどうしていくのか、まあ、岩貞投手がねビハインドで投げたっていうのを考えていくと、メインは及川投手、アルカンタラ投手、まあ、この辺のピッチャーたちになるのかなっていう風な、まあ、今日の試合を見ていて感じる
ているところもあったんですが、まあ、明日はしっかりとリードを保ったまま、どんなピッチングね、どういったメンバーが出てくるのかとか、まあ、そういったところも見ていきたいので、先発の二保投手がどんなね、ゲームを作ってくれるのか、この辺も注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者12,400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者13,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。後半戦の初戦、厳しい敗れ方にはなりましたけれども、なんとか明日、連敗を止めて、またいいスタートを切っていきたいところです。ではまた。